イタビラは、ブラジルミナスジェライス州の都市である。最初の居打地は、金を探していた探検家により、イタビラ・ドゥー・マトデントロ村が創設された、18世紀初頭のもので、ある。イタビラは、1848年10月9日、州法374に基づいて、政治的に解放された。現在の人口は118,481人で、 州で24番目に大きな都市である。イタビラが位置する場所はミナスジェライス州及びブラジルにおいて文化的、経済的に最も重要なエリアの一つであり、ブラジル人が構築してきた歴史において重要な歴史的集積がある。ベロオリゾンテから1 1 0トル サンパウロから 697km、リオデジャネイロから 545km、ブラジリアから 845km の距離に一致している。最も高い場所は海抜 1.672m である。イタビラはエリアの主要都市であり、1942年にゼトリオドルネレス、バルガス大統領によりリオドセが創設されて以来鉄鉱石の採掘に禁する。 大気汚染に苦しめられている。今日では世界で2番目に大きい鉱山会社であり、生産の大部分は板ビビラ鉱山からのものである。最も近い国際空港はタンクレド・ネベス国際空港で、この空港はベロオリゾンテやミナスジェライス州の大部分をカバーしている。ありがとうございます。